はい、第12回、情報保全、諮問会議の開催にあたり、一言、ご挨拶を申し上げます。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、ご出席をいただき、心から感謝を申し上げます。平成26年12月の特定秘密保護法の施行から、8年余りが経ちました。戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対峙する中、我が国の領土、領海、領空、そして国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには情報が極めて重要です。この法律の成立により我が国に対する国際的な信頼が増し、関係国との間での質の高い情報交換がより緊密に実施できるようになったと認識をしております。しかし昨年12月防衛省において法施行後初めてとなる特定秘密等の情報の漏洩事案が判明しました。このような事案は我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがあり、国民や関係国の信頼 を大きく損なうものであります。今後政府においては同様の事案の防止と特定秘密の適正かつ厳格な保護を徹底してまいりたいと考えております。本日の議題は今回で9回目となる国会報告です。政府においては独立公文書管理官による検証監察、衆参両院の情報監視審査会の調査を含め重層的なチェック体制を生かしながら最新の注意を払って法の適正な運用に努めております。国会報告はこうした法の運用状況を継続的に分かりやすい形で国民に公表をし、政府における秘密の取り扱いの客観性と透明性を向上させる上で極めて重要なものと考えております。本日は有識者である委員の皆様から忌憚のないご意見をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。岸田総理ありがとうございました。次に本会議の座長を務めます及川昭一様からご挨拶をいただきます。及川でございます。本日は特定秘密保護法の運用についての9回目の国会報告の案について議論をさせていただきます。今お話ありましたように特定秘密保護法の施行から8年余りが経過してこの法律の運用によって関係各国との情報交換が格段に活発化しているとお話ししております。特にウクライナ問題をはじめ、国際情勢非常に厳しい、そういう中で日本を巡る安全保障環境が大変厳しさを増している、そういう中でありますので、この法律の適正な運用が一層重要性を増すというふうに考えております。先般内閣府の独立公文書管理官からの是正の求めが出されて改善措置が適切に行われたというふうに承知はしております。指摘された事項はいずれも軽率の扱いによって生じたものと思われるものが多いのでありますけれども、そして緩みが重大な事案に加わる、そういう恐れも大変ありますので、政府においては引き続きまた従来以上に緊張感を持って対応していただきたいというふうに思います。特に今ご指摘ありましたように昨年12月には防衛省において特定秘密保護法施行以来初めての漏洩事案が発生をしました。幸いに防衛省関係者内部の事案ということで、一般社会への漏洩ということはなかったと思われますが、
こうした防衛の事案は我が国の安全保障に大変な著しい支障を与えるということでありますので、こういった同様のことが発生することのないように政府において真摯に真剣に対応していただきたいというふうに思います。本日はこの9回目の国会報告について議論をさせていただくわけでございますが、法律の運用の透明性を確保する上で極めて重要なものでありますので、我々委員側としましてもしっかりと政府にご意見を申し上げてまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。